多摩市立多摩長山中学校は東京都多摩市長山に置かれる公立中学校である。略称、はたまなが。1997年、多摩市立長山中学校、多摩市立西長山中学校を統合により設立された。開校後1年間、旧西長山中学校を仮校舎とした。多摩市内で初めての統合学校となっている。イベント 学校行事等は以下の通り、1学年のみ、基本的に1学期に行う、通年で多摩市立八ヶ岳少年自然の家を中心としての活動である、宿泊あり、2学年のみ、基本的に1学期に行う、自分たちで計画し、普段の生活班で行動する、主に都心をめぐるものとし、東京23区内のみとする、宿泊はない、 三学年のみ、基本的に一学期に行う。生活班でルート決めをして、京都、奈良を巡る。宿泊あり、全学年で行われる。各学年のクラス対抗、全学年の色別対抗でそれぞれ行われる。表彰は、学年優勝、色別優勝、学年種目優勝である。色は赤、青、黄色に学期に、合唱の部三学期に、 展示の部を分けて行う。合唱は優勝を競うものだが、展示は競わず、作品を展示するだけ。普段活動の姿が見られない文化部、通級学級等の展示も含む。東京都立長山高等学校への入学受験の際一般受験と選抜推薦に加えて連携推薦がある。一定基準を満たすものであれば受けることができる。このシステムは、 多摩長山中学校のみならず、諏訪中学校、清涼中学校でも実施されている。これらは連携型中高一貫教育校のもとに行われている。AB、多摩市立多摩長山中学校学校園各市、2015年6月1日時点のオリジナルより、アーカイブ、2018年5月3日閲覧。ありがとうございます。